願いします。お願いします。これダメ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 、これこっち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 、え、なんでですか。俺決めてんの。いや、いいじゃないですか。3列目の一番こっちの右側って俺決めてんの。決めてんのじゃないですか。だって山田さんの車ですよ。え、そうだよ。いや、俺決めてんの。こっちの方に座れて、いつも。え、毎回ここに座って。毎回その右、運転席の一番後ろ3列席、3列シートの一番後ろが俺っていうの決めてんの。え、なんでですか。それ一番調子いいから。調子、それが一番。どういうことですか、調子いいって。ちょっと行かして、そっち。いや、そっちでいいじゃないですか。八ヶ岳見えるから。え、俺の八ヶ岳見えるから。俺の八ヶ岳って、こっち側の景色いいから見えるから。いや、帰り逆側で見えないじゃないですか。お腹痛くなっちゃうの。どういうこと。お腹痛くなっちゃう、こっちだと大丈夫。は、いつもルーティン。いや、関係ないっすよ。ルーティン、ちょ、行かして。ここがいいんですか。ここがいいから。一回ちょっと、ほら。はい。申し訳ないけど。行かれる。マジっすか。気持ちいいから。気持ちいいからってなんすか。タイヤの上なんだけどね。タイヤの上なんだけど、それいいんだよ。タイヤの上なんだけど、それがいい。マジっすか。あ、でもこっちめっちゃ座り心地いいな。こっちの方がいいけどね。絶対こっちの方がいい。こっち気持ちいいけど、あんま変わんないと思うけど、そもそも。いや、変わる。そのまま変わんないし。絶対こっちの方がいいな。それがいいんだ。いや、八ヶ岳見てないじゃないですか。え、もう何回も見て見飽きた。え、どっちだよ。